ティス、プラケです。ペコル生後232日目、プラケのレオパ育児日記やっていきたいと思います。今日はルーナとホーチも上げていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、ではね、ペコルさん、尻尾ぶっとく使用月間かどうかわかんないですけど、まあ、そういうキャンペーン中なので、今日もねペコルさんには5匹あげていきたいと思います。ペコルさん、ちょ、食べないの困るんだけど、1匹も。めっちゃペロペロしてるけど、はい、こうしようか、はい、よいしょ。ペコルさん、はい、どうぞ。あ、落としちゃった。1匹目なんとか食べました。相当ペロペロしたね。もう食べないかと思ったよ。いや、これはどうだろうな。5匹食べないかな今日。1匹でおしまい。これは食べないな。もう尻尾ぶっとくするキャンペーン中なのに。一匹でいいの。やっぱり2日前に6匹食べてるからもうお腹いっぱいなのかな。いらないのね、もうね。ペロペロもしない。うん、食べなそうですね。はい、じゃあね、体重測定をしていきます。はい、 73g ですね。はい、というわけで生後232日目のペコルさんはコオロギ1匹で 73g という結果でした。では次、ルーナにあげていきます。はい、では続きましてルーナさんです。ルーナさんは生後205日目ですね。ホーチじゃないや、ペコルがご飯食べなかったので、ルーナとホーチには一応余った5匹ずつコオロギをあげていこうかなと思います。まあ、食べればですけどね。一応5匹分ずつあるんで、はい、ルーナさん、はい、ご飯、はい、気づいた。まあ、最近のルーナの食いつきだと5匹ぐらい食べるかなと思うんですけど、ルーナが一番ね爆速で食べ終わりますからね、最近の感じだと。2匹でいらない、もしかして。これはコオロギ余るコースだぞ。
いらないのもいらないみたいですね。いやこれルーナもあんまり食べなかった。はい、いらないね。はい、というわけで生後じゃないね。とりあえず体重差、とりあえず体重差、とりあえず体重差で大丈夫。ちょっと飲み込めてなかったのか。ちょっと一回じゃ飲み込もう。吐き戻しって肌じゃないほどじゃないけど喉に詰まってたみたいですね。ちょっと一回様子を見てみましょう。どうだろう、食べるかな食べる、もういい。まあ、今日はとりあえずこれぐらいにしときましょうか。はい、ではね、体重測定をしていきます。はい、よいしょ。72g ですね。はい、というわけで生後205日目のルーナはコオロギ2匹で 72g という結果でした。では最後放置にあげていきます。はい、では最後は放置です。放置も生後ルーナもあんまり食べなかったということで8匹余ってるのでまあどれぐらい食べるか分かんないですけど、まあ、8匹食べるかな。まあ食べれるんだったら今日は特別にあげましょう。まあ、俺の手噛むぐらいだからね。ちょっと指噛まれそうで怖いな。はい、あれだけがっつり噛むくせになんでコオロギにはソフトに噛みつくのよ君。まあやっぱりペコルにしてもルーナにしてもちょっとやっぱりコオロギのサイズが大きくなったからちょっとあれかな、腹持ちが良くなったのかもしれないですね。でも同じ量をねホーチも食べてるんだけどね。まあ、ホーチはやっぱり相変わらずの爆食ですね。めっちゃソフトに噛むね。今これで4匹かな。ちょっと一回飲み込んだ方がいいんじゃないの。さっきのちょっとルーナがね一回飲み込めなくて吐き出したから大丈夫かな。はい、一旦飲み込みます。まあさすがにホーチェもちょっとお腹いっぱいかな。もう行く？まだ行く？もういい？行きそうだけど、ちょっと一回ゴクってしちゃう。はい、もうさすがにお腹いっぱいになった。さすがのホーチもお腹いっぱいになったかな。はい、はい、どうぞ。あ、食べるんだ。ちょっとペースが落ちてきたからね。
この辺にしときますか。今日はね、5匹食べたから。じゃあね、体重測定をしていきます。はい、じゃあ放置入って、よいしょ。はい、では生後205日目の放置はコオロギ5匹で、どっちだろうな、 78g ですね。いや結構大きくなったね。 78g という結果でした。ではね、3匹余っちゃったんで、今日はたまにはですね、皆さんにこの育児日記番外編として、ちょっとアダルトのね、3匹にちょっと餌あげてみましょうか。でちょっとね、番外編ということで、ぜひこの後もご覧ください。はい、ではね、まず来ていただいたのが3匹のね、ベビーのお父さんです。ブッシーですね。ブッシーにじゃあ1匹ね、ちょっと食べてもらえるかな。はい、ブッシー、はい、どうぞ。ちょっとそこ降りちゃった、降りちゃってる。はいはいはい、食べるね、食べるよね。はい、ブッシーどうぞ。はい、コオロギ。はい、ソフトに来ました。食べてくれましたね、ブッシーね。じゃあ皆さんについでにね、ブッシーの体重をお見せしましょう。どれぐらいあるのかな、ブッシーね、今日。はい、じゃあブッシーちょっと乗って、はい、ブッシーは97グラムですね。まあ生後何ヶ月かわからないけど、はい、97グラムでした。皆さんね、3匹のお父さんは97グラムという結果でした。では次ね、お母さんのペイさんに食べてもらいましょう。はい、ブッシーありがとう。はい、では続きまして、3匹のお母さんですね、ペイさんです。はい、じゃあ子供たちが残したね、コオロギを食べるかな。めっちゃ見てるね、めっちゃ見てる。はい、食べました。いい食いつきです。まあ、ペイさんダイエット中なんだけどね、餌あげなくてもね、バンバン食べちゃう。バンバン餌あげないのに、餌あげてんのにバンバン食べちゃうっておかしいな。餌あげてんのに全然痩せないんすよね。はい、じゃあペイさんのね、体重測ってみましょう。はい、どうぞ、ペイさん。ちょっと乗って、乗って、ペイさん。乗って、はい。81g ですね。ペイさん、卵を産む前の体重よりも多くなっちゃってるよ、もう。80オーバーになっちゃったんよ。まあほんとね、あんまり餌あげすぎちゃってダメっすね。みんなと同じペース、むしろそれよりも少ないぐらいなんだけどな。まあ、体質があるんでしょうね。はい、じゃあね、3匹のお母さんペイさんでした。では最後ね、ユキチンあげていきたいと思います。はい、では最後ね、ユキチさんに来てもらいました。ユキチさんはね、特にあのベビーたちと関係ないんですけど、うちのレオパの第1号ということでね、あげていきたいと思います。もしは食べない、めっちゃペロペロはしてるけど。この最後の最後に食べないで終わるっていうオチ、いらないねこれね。はい、食べませんでした。一応じゃあね、もうせっかく映ったから、もうすごい気持ち悪い終わり方じゃないかよ、食べないから。はい、一応ゆきちさんの体重を測っておきます。せっかく出したので 78g ですね。
まあ、雪地はいつもこれぐらいで安定です。はい、というわけでね、今日はコオロギが余っちゃったので、アダルトのレオカたちにもちょっとね急遽登場してもらいました。またね、育児日記いつも通りで上げていきたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。